ヨハンカール・フリードリヒ・ローゼンクランツ。ヨハンカール・ローゼンクランツはドイツの哲学者。ヘーゲル中央派に所属。マクデブルクの生まれ。ベルリン大学、ハレ大学、ハイデルベルク大学の各大学で哲学を学ぶ。ヘーゲルとフリードリヒ・シュライエルマッハーの哲学を専門とした。ハレ大学助教授ついで、1833年にケーニヒソベルク大学教授に就任。 生涯を当地で過ごした。彼は晩年は視力を完全に失い盲人となった。長年のキャリアにおいて様々な書物を出版し、経ニヒスベルクという地理的にも離れていた土地で活躍していたこともあって、必ずしもヘーゲル学派の伝統に則っ,った書物を残していたわけではないが、彼はヘーゲル学派の伝統に忠実だとされている。 彼自身はヘーゲルからの離反を試みていた。ただ、一般的には、ミヘレットらと共に、中央派とみなされるが、一方ではバウアーなど共に、左派の人物ともみなされることもある。このように、ローゼンクランツの立場に対する見解は、一定ではない。なお、ヘーゲルの生涯を綴った、ヘーゲル伝は、ヘーゲルの生涯、特性を知る上で現代においても貴重な資料である。 ありがとうございます。